行中です。本日は共に戦ってきたヴェルディ選手 OB や J リーグで活躍した OB の方々に集まっていただき、激励マッチを開催いたします。まずはじめに両チーム全選手の紹介です。まずは藤川亜美です。ゴールキーパー菊池新吉、ゴールキーパー小野寺慎太、ディフェンダー中君成田、ディフェンダージョージ・トレド、ディフェンダー西野康之、ディフェンダー土屋幸男、ディフェンダー斉藤健二、ディフェンダー千里博史、ミッドフィルダー宇野城長司、ミッドフィルダー山田拓也、ミッドフィルダーダボス・ルイ、ミッドフィルダー永井秀樹、ミッドフィルダー加藤光栄、フォワード武田信弘、フォワード大友正人、フォワード高橋俊則、そして藤川孝之さんのご子息であるゴールキーパー藤川誠太、監督はラモス・ルイ。以上が藤川美穂選手となります。ディフェンダー川本光弘、ディフェンダー橋渡哲也、ディフェンダー加藤久志、ディフェンダー津波聡、ディフェンダー米山敦、ミッドフィルダー渡辺純一、ミッドフィルダー森英二、ミッドフィルダーエジソン、ミッドフィルダー宮村松、ミッドフィルダー米山隆一、ミッドフィルダー櫻井明子、ミッドフィルダー蓮見智弘、ミッドフィルダー小林弥生、フォワード藤吉慎治、フォワード布部隆、フォワード大木誠、フォワード矢作典子、監督は小見裕太。以上が藤川君の選手となります。なお全選手の背番号は藤川さんが読売プロ時代長く状態をつけていた背番号18となります。なお本日の野球は塩風の振り返りが止まります。そして本日の激励マッチにお越しいただきました皆さんをご紹介いたします。阿部芳生、中村隆、張貴人、白石一夫、相馬直樹、武田純佐々木宇野良平一宮幸恵君、以上の皆様になります。純烈のストップの策藤川美穂さん対藤川貴也さん、審判団両チーム選手の入場です。
このようなたくさんの OB の方たちが集まっていただきまして、本当に心から感謝申し上げます。本当に自分にとっては読売クラブウェルディというのは育てていただいた本当に自分の宝物で、命と同じような感覚を自分の中で思ってます。本当に何をしゃべっていいか考えてたんですけども、昨年末に、がんの方が見つかりまして、本当皆さんベルディの前のサポーターの前の皆さんの前なので、全て事実をお話させていただきたいと思います。自分の体の中にはまだ9つのがんがありまして、昨年末に見つかった段階で、胃に 4.5センチ、リンパに8センチ、それ以外の箇所にも3センチのがんがありました。今もよくはなってますが、まだ9つのがんと闘っています。余命3ヶ月で今年の桜は見えないと言われましたけど、なんとか今頑張ってこの場所に立てております。本当に皆さんに感謝しながら、なんとか奇跡を起こして、頑張って感謝させたいと思っております。私から今言えることは、本当に皆さん無理をしないで自分を体をいたわってください。本当に自分の体をいたわることはすごく大事だと思いますので、自分の体を大事にしてください。話したいことはたくさんあるんですけども、本当皆さんに、ここにいる皆さんに感謝をして自分の挨拶をしたいと思います。本当ありがとうございました。
ちょっといいな、ずっと降りすぎ行っただけ。ロボちゃん投げた。やめて、さっきやめて、絞りよ絞りよ。喋りすぎた。面白い。マンさんって寸前くらいサッカーできるのがいいね。そうね、聞きたいな。ニュースが出てる、出てる、誰でも出てる、うん、探すのが大変。スライさん重い、やばい。いや、18分後半開始です。前半のゴールは米山篤さんの得点でした。やばい、遅いの、こっちに行ってもいいです。
こにいるの、うん、こうやって見て、おはよう。
この間聞こえてましたけど、いいの？うん、一回流れていて、あー手続き？いいよね。ただいまの得点は藤川亜美です。ラノス・ルイさんの得点でした。試合終了です。このように出場マッチ石川ミンス対石川フレンズは1対1で引き分けとなります。両チームの選手に今一度大きな拍手をお願いします。
緑色だよ。